お元気ですか、僕趣味です。今日はですね、鶏もやしそばでございますね。今回はね、豆板醤ですね、辛いそばでございます。私がね、そば大好きなんですけどね、実はですね、18歳まではなぜかそばが食べれませんでした。なぜかというとボソボソ感があって、あんまり好きでなかったんですけどね、山芋と一緒に食べれたら食べれるんですよ、山芋と一緒にね。それからまたそばの素晴らしさが分かってきて食べれるようになったんですけどね、まあそんな話は置いときまってね。で、今回ね、ちょっとね、火がちょっと当たって見えませんが、これはきゅうりのお漬物でございます。で、これはウイスキーのね、サイダー割りで今日は行きたいと思っております。またね、今度は2月の第2週に入ってきましたけどね、まだね、寒さは一段と続いております。それでね、風とですね、猛威を振るってるあのね、病原菌、まあコロスケちゃんね、にね、気をつけてね、頑張ってくださいね。よろしくお願いいたします。またね、カレーレトルトカレー動画、カップラーメン、カップ焼きそばのね、食動画も随時、やりますので、とてもよろしかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録続くかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。